ちゃん。まあ高校時代輝かしい実績とともに誰がプロに入ってくるわけだけども、いろんないい選手を見てきたよね。例えば印象に残る選手って誰？まあピッチャーでもいいし、まあさっき言ったあの広島に入った川島、あこれはやっぱり素晴らしかったですし、当時はあのバッターでは浦和の鈴木健、あこれもやっぱりフリーバッティングとかみたいなのもやっぱり良かったな。良かったけど、PL の中でもゴロゴロしてるわけだね、そういう選手が。いやいやいや、ちょっと見ちゃいましたっけ。やっぱ違う。まあでも1年生の時に清原さん見てますからね。そうやの。そんなに驚くことはなかったんですけど、うん、そう、12球団で、6球団が高校生だったら1位示しました。うん、立浪、その川島健、鈴木健、伊良子、橋本、いい選手で森田浩樹、同じチームからね、同級生が1位に2人指名されるんですよ。すごいよな、そんな感じ。いや、なんか嬉しかったですよ。なんかもう、聞いてたんですね、当時も同部屋やったら。もう落ち葉吐きも終わったしね。やっぱりなんか。これなんでドラフトかからなかったの？いや、俺なんかかからないじゃないし、だから俺全然プロ野球なんかいけると思ってへんかったの。で、何回やとか言ったからね、もう何回だ、近くやからええな、みたいな。取れるな頼むぞみたいな。いやだけど1年目から活躍するじゃん。それどういうふうになって嬉しかったですね。嬉しかった。当時やっぱ僕ら高校生でね、僕ともう一人カーブマシン空振り三振、あの初練習でカーブマシンを空振りしたやつ2人が新大阪で見送りに行きましたよ。今でこそね、名古屋なんか1時間かからへんと新幹線で大阪からね、もう当時そのプロ野球に行くというふうなね、まあ、遠い世界に行ってしまうような感じ。いやまあそうだよな。遠かったですね、名古屋がね。すごい遠いとこ行くみたいな感じでありましたね。まあそうだよな。行くね、1月行くときにね、なんかほんまに頑張ってくれよっていうふうな、ん、俺たちの代表で行くというふうなね、うん、またそうだろうな、はい、でな、あなたこうまだ当時ブレザーです、背広とかブレザーいう時代ですよ。ジャケット着てな、でどうしやねん、ジャケットがブレザー、ジャケットどっちでもいいんですよ。お前が言うと生地がカシミヤやったぞ。カシミヤ、カシミヤでももうこれがカシミヤかとか言って、まあ、カシミヤの意味もわからんかってね。当時カシミヤでやっぱりね、ちょっとちゃんとなかなか買えなかったですよ。いやそりゃそうだよ。でこれがカシミヤとか言うてね、ほんまにがなんか頑張ってくれみたいな気持ちで新大阪でね、本当に遠い世界に行ってしまうような感じでしたね。でもだいぶおごってもらったの、大学に。だいぶね、めちゃくちゃだろ。それにも心の指紋部が、これ逆の立場だったら俺がそうしたんで、でもね、まあいつも一緒に出たんですけど、もう最後しんどい、しんどいじゃないですか。ほなもう最後はもう、片方が俺しんどいから勝手に行け言うて、当時賞金いっぱいあるから俺賞金だけ抜いて行ってましたもん。監督賞の袋をね、抜いてお金だけ持って行ってました。まあまあそうだろうな。優しかったです。いや優しい。いや俺ね、いろんなプロ野球選手を見てきてて、でもたくさん金が切れるわ。まあそれはある。ああで切れるやつじゃないとやっぱね大きくなるな。それはある、ね、そう思わない。だからやっぱり全てにおいてそういう感じですよ。でも僕がね WBC のコーチ した時もみんなものすごい評判良かったですよ。浦川さんとかにもギースコテ飯行ったりね、小遣いとか渡したりします。だって俺が引退して、伊藤さん、飯食いに行きましょうよっつって、やっぱ俺は先輩じゃない。でももう終わってますとかさ。なんか俺、僕のことセコみたいになる。いやそんな俺は金切れへんみたいな。いや、お前そういう風なこと。お前はなんか、あの連れてってくれたじゃん、ハワイ。マップツアーで。だから、ストライクアウト取ったから、言うて。やっぱ、伊達に1200球投げてなかったよな。当時8枚抜いた人いませんでしたからね。でも湯坂さんとなんでこんなに親しくなったの？日本来たって言うことだ。ああそれでね、まあそれと野村の紹介で大学の時に野村にたかりに来てたもん。その言い方やめてほしいな。侵害やな。そう侵害やわ。いやまあ学生だからしょうがないじゃん。たかるという言葉やめてください。あ違うの。じゃあもらいに多少そうやね。湯沢さん PL のやつは可愛いって言ってくれるもんね。いや可愛いよ。でその時またお会いしたわけですよ。当時は武豊みたいな感じやん。そう今は今も武豊やね。いや当時やっぱりさ、あのでね聞いたら辰巳がね星野監督に入った時にあんなバッターになれって言われたの。そうあんな選手にね、あの開幕戦室内練習でね、湯沢さんと会った時に、うん、お前こういう選手にならなあかんねんぞって良かったって言われて、いやすごいいい選手だった。いや星野が呼ぶんだから、俺なんかしたんか、俺は殴られんやろうなと思って、で行ったら夏怖いと思って、
はい、出てきて、はい、よろしくお願いします。今で言ったらどういうタイプ？いや当時ね、あのプロ野球選手豊さんが27、8です、8、9ぐらいですかね。バリバリでしょ。まあそうやな、で僕は27年、ね、27、8もうすごい上に感じたよ。まあ、おっさんやな。なんかパンチパーマかけてるし。あったまだ、パンチパーマかけるから。いや、あったんだ。いや、あったんだ。たっぷり。これワンチャンかけれるから、パンチパーマ。伸ばしたら。熱いっすよ、コテコテで。コテコテで。焼けちゃうの。だから今のプロ野球選手が例えば28、9たらもう、本当に若く見えるでしょ。若い若い。これはまあ自分が18歳ってのもあったけど、すごい年がもう、上に感じたね。やっぱ良かった、めちゃくちゃ。当時セカンドですね、あの、宇田さんに、篠塚さんに、翔太さんとか、いい選手が多いから。で、タッチャーの初打席、セカンドから俺はトンネルやる開幕戦トンネル、ちょっとサービス。それは緊張しなんですか？いや、緊張というよりも、あ、まあ開幕の緊張はあったな。結構ようトンネルしますよね。いや、トンネルするよ、足で。甲子園でね、よう甲子園でも2回連続トンネルしてる、同じ打球を。あ、お前うまいなっつって守備コーチに。皆さんね、PA の方ね。そうそう、あれも PA の人、 PA 兄弟の方。あ、そうだな。いや、足も速いしね、速かった。バッティングもしぶとりしてたからな、本当にいやらしい選手だよね。まあ俺の話はいい。で、WBC っての評判が良かった。その先に、まあ今日の先にオリンピックとかあるから、はい、誰を選ぶか。まあエースとして立てるとしたら立つは誰？今の選手だよ。まあやっぱり菅野。菅野行く。まあ、今年ちょっと悪い。今年悪いよ。でも、例えばオリンピックの時に復活する。でもオリンピックってやっぱりこう夏じゃないですか、うん、で WBC っていうのは例えば今年良くて年明けていいって限らないじゃないですか。まあ確かに。でも来年の場合はシーズン始まってある程度状態のいい選手選べるじゃないですか。ここは大きいと思うんですよね。いや、菅野行く。もう多分来年、今日6日だっけ。はい、千賀がノーヒットノーランの解説をしました、はい、それでも菅野行く。やっぱりトータルしたらね。あ、トータルしたら、はい、いや、もちろん千賀もね、素晴らしい投手だと思いますけど、やっぱバランス、バランス、トータル的にやっぱり勝負どころで強いし、スタミナもあるし、すべてトータルしたらやっぱり今の日本のエースはやっぱり菅野かなと思うね。あっちゃん、僕はまあ今年のあれ見てたら今永かなと思いますね。今永か、いいボール投げるけどね。まあ左ということもあって、もちろん菅野ももちろんね、もちろん日本のも代表的なピッチャーですしね。だから今年の今永見てると粘り強くなったんですか。勝てるピッチャーになったじゃないですか。まあ、ピッチャー今永、まあ、先発で通信となる選手はね、まあ、右左やな、はい、まあ両輪っていうことやね。じゃあそのセ・リーグのピッチャーやな。じゃあキャッチャーは誰やな。もう第一戦、第一戦というかもう決勝やだよ、金メダルをかけた。今だったらやっぱり甲斐。甲斐ソフトバンクのね、まあ、肩がいいっていうのと、まあ、優勝の経験のね、そういったあれもあるし、経験値も高いよね、はい、やっぱり盗塁をね、こうあの肩で、まあ、させるっていう、なかなか走ってこれないっていう、ね、それだけでも大きいと思うし、まあ、トータルしたらね、キャッチャー大事ですよね。いや、それは絶対大事だよ、ね、でも3人選ばれるとしたら誰が選ばれる。まあ、あとは相澤。相澤で、もしは一人、やっぱりもう一人、やっぱり本当に守りだけも守りだけでもいけるとなれば小林。小林、まあ、やっぱ3人入れないといけないですよね。いや、もう絶対そう、入れないといけない。それで、あの急増でできるポジションじゃないもんね。大事な試合はね、ゲーム展開によって途中からもしくは代打でも使えると思うんで、勝負前でやっぱりもう守りだけでもと考えれば小林の方もね、まあ必要だよね、はい、僕もあの甲斐と相澤を入れると思うんですよ。ただあのオリンピックのメンバーってすごい少ないですね、野手ね、13か4でしょ、うん、まあそんなもんか。だからそこでやっぱりこう梅野というね言葉出てこないのはちょっと寂しいんですけど、まあ3人入れるとなればですよ。まあバッティングいいしね。僕今言ったようにやっぱり勝ち運って大事なんですよ。いや、それは大事だよ。だからやっぱ相澤と甲斐がいいんですけど、はい、3人目のキャッチャーっていうのは基本的に使えないですからね。となれば僕はあの森もいいぞ、ロッテの、ああ森忘れてましたね。だって首位打者取るよ。 DH で使う可能性はありますよね。 DH で使えますよね。もう使える、十分使える。
その可能性はありますね。トーンダウンしてるやないか。まだ3人目で終えたら使えなくなるからね。まあ、いやもうちょっとキャッチャー決めてる。先発。まあそれは回。回。例えば菅野も今永も選んだのがセリーグのピッチャーだよ。ああそうですね。で回がどれだけ分かるかどうか。まあ WBC の経験あるでしょ。はい、俺もオリンピックの経験あるけど、やっぱ同じリーグの方がなんかリードしやすいとか。それはあるでしょうね。では当然千賀も選ばれる可能性が高いじゃないですか。だからその時はまあ海と組はいいしということじゃないですかね。でまあ菅野の時小林ね。ということはやっぱ小林いる。この3人ですよね。森はもうじゃあ別枠の打者としてですね。だから3人目やからそこからキャッチャーもいけるということで残しといたらいいと思います。なるほどね。じゃあ続きは次の動画。